福岡県では発熱の後に咳が長く続くマイコプラズマ肺炎の感染者が増えています福岡県によりますと今月13日までの1週間に報告されたマイコプラズマ肺炎の1医療機関あたりの感染者数は1.87人で前の週の1.56倍となりましたママイコプラズマ肺炎は発熱や頭痛の後に 咳が3週間から4週間続くのが特徴で、飛沫や接触によって感染します福岡県は手洗いやマスク着用などの感染対策を呼びかけていますまた、口の中や手のひらに発疹ができる手足口病は18週連続で警報レベルが続いています